デリー首都県は、インドのデリー首都と直轄地域を中心に、ハリアーナー州、ラージャスターン州、ウッタルプラデーシュ州等の一部を含み、近郊のグルガオン、ファリーダーバード、ノイーダ、ガーズイヤーバード等の地区を含む大都市圏である。人口は、約2175万人。面積46208平方キロメートル。公用語は、英語、ヒンディー語、パンジャブ語、 ウルドゥー語。デリー周辺地域全体の均衡ある発展を促進することと、デリーの人口の過密を緩和をすることを目的に、1985年に、首都圏計画委員会、ムクラプラニングボードが設立された。2005年に、首都圏計画委員会では、リージョナルプラン2021を策定するとともに、2010年に、 リージョナルプラン2021を補完するものとして、トランスポートプラン2032を策定した。リージョナルプラン2021の目的、目標は、デリーの経済開発の影響を、5つの都市センター、1つの地方センターに、効率的なネットワークの形成を通じて、デリー首都直轄地域全体としての成長と、地域内の近世ある発展を促すものである。 デリー首都直轄地域については、このリージョナルプラン2021と連動し、デリー開発庁が、デリーマスタープラン2021を策定している。デリー首都圏の総面積は、デリー首都直轄地域と、ウッタルプラデーシュ州、ハリアーナー州、ラージャスターン州の15の地区合わせて、総面積は34,144平方キロメートルだったが、 2013年7月に3つの地区を追加し18地区に拡大したことによって、総面積は46,208平方キロメートルになった。デリー首都直轄地域、クレーターの飯田地区グルガオン地区空路道路鉄道。ありがとうございます。